い、どうもダレオスです。初の、ね、東京編でやっていきたいと思います。いつも関西メインで撮影してるんですけど、まあ、立ち飲みの聖地といえば、このアメ横ということで、立ち飲み中心に居酒屋参戦やっていきたいと思います。とりあえず練り歩きますか。はい、さあ上野といえばね、もう大統領でしょ。いっぱい、やばいぞ、入られへんのか。えぐいな、それ聞いてみるわ。うん、ね、めちゃめちゃ混んでたんで一旦支店ちょっと停車してみます。はい、すぐ近くにね、あの赤いところが支店っぽいんですよ。支店もやばいぞ言うて、人気なんちゃう、すっごい。こっちの方がいいかもしれない、聞いてみようか。茹でてきました。ハイボール、これね、ポップの中に何かな。あるよ。あるか。でも今ハイボールにしとく。さあ、ここ大統領さん炭火焼きとかもつ焼きの店ですね、ここね。これね、この牛ハラミ串食べたいんですよ、絶対。あ、絶対今です。あ、タンはタンでも上タンにしてる。あ、もう上タン、そうやね、正確です。上タン発、うんうん、上で、牛ハラミ焼き。牛ハラミ焼き一旦それしてきますか。はい、へい、へい、来たハイボール。そう、かわいいサイズやな。はい、立ち飲み巡り初です、ケビです。一品目来ました、牛ハラミ焼きでございます。美味しそう。100% うまいでしょ。ツヤツヤしてるね、すげえ光ってんだよ。ドン、めっちゃ柔らかい。柔らかい、おいしい。広めて、あ、これ七味絶対合うわ。柔らかい。2品目、3品目、4品目いったよ。上タン、上タン、塩、塩ね。おそらく上、ね、初か。これタレ、塩はタレです。うん、上からいく。これいいっすか、七味なくても。まずはこれまで。うわ、これこれでめっちゃうまい。いただきます。残ったよ、最高や。めっちゃうまい。これちょっと笛はまるかも。なんかムービーなんだ。写真撮ってほしかった。写真やったか。おいしい。上タンですかね、これは。これ一番好きかも。マジで。入り口硬くて途中からすごい肉のこの歯ごたえがすごい塩梅がちょうどいい。めちゃめちゃうまい。さあ、これがラストですかね。初ね。私で180円。1本90円ですよ。マジで安い。まあ、いいやつでも1本120円から、まあ、170円ぐらいかな。盛り合わせもある、うん、そうそう、ボックスで450円。これやったら1本90円やからね。ごちそうさまでした。おかげからで1470円。で、2軒目はもう早速すぐそこです。すぐそこ。はい、立ち飲み滝岡さん来ましたよ。混んでますね、結構。さあ、飲み物こんな感じです。はい、玉露ハイ350円ですね。はい、早速来ました。超濃厚です。イエーイ、乾杯。はい、まあ、言うて濃いわ。第二一押しの、ね、牛煮込み。とどれかがいい。あ、そっか、お刺身もここおすすめやもんね。うん、あっさりが行きたいね。タイはどうすか。タイはい、ごめんなさい、煮込みね、こっち、うん、普通の煮込みだと200円ですよ、これ。おすすめのこっちにします。こっちでしょ。さっきね、カウントしたら牛肉400円なんですけど、そう、こっちは豚なんでしょうね。多分ね、豚やけど半額、こういう激安です。200円です。やばいね。ちなみにこの店はキャッシュオン。そうですね、キャッシュオンで、じゃあこちらにお金を入れて、それで食べれるという感じですね。はい、食べるでいい。でね、お刺身はね、ちょっとマグロが売り切れだったんか。うん、ポテト、うん、で、マダイのお刺身、ちょ3切れで300円。うん、で、こっちが大人気のドデニ200円です。お箸持って待ってるやつ。この何、だし、だしが絶対ね、うまいやつやね。とりあえず食べます。はい、すごい柔らかいよ。多分相当煮込んでんねやろな。これ人気やわ、そら、ね、安いし200円やから。めちゃめちゃこのこれやね、柔らか。こうお出汁がすごい美味しいわ。あ、かけすぎた。もうあの入店とともに、うん、ビールと煮込み。確かに。生と煮込み。
応お客さんの客層は9割5分ぐらい男性ですね。会社帰りかな。間違いないな。直接行っちゃいます。こんな感じで結構っていうかかなり分厚いよ。分厚いよこれ相当。ほらね、多分さっき奥さん食べたやついっちゃん分厚かったから、うん、クソいいやついかれた薄手やん。忘れても分厚いよ結構。僕の大好きなタイです。うん、おいしい。まあ、一応今回の関東旅行、最初にディズニー行って、なんだろうもう今日大宮の方に泊まって、鉄博行ったよね、鉄道博物館、うん、でその後僕が混ぜ麺で奥さんがつけ麺食べたんですけど、何気にちょっと今回の旅で初飲みですよね、うん、おほなごんだなごんだ、お出汁ずずずずいきましたよご走車2軒目、2人で1200円でしたね。安いね。ちょっとね、今だんだん混み合ってきました。歩きながら3軒目決めたいと思います。じゃあ行きましょう。アメ横と上ちゃん上チュン上チュンか上チュンやってメインストリート、ここから始まりですよ。じゃあちょっと夜うろうろしてたんですけど、ビーフキッチンスタンドやな。一応推しこれね、名物ビーフテーキ 50g290 円。まあ、ともでもそろそろホッピーも飲みたいですね。そうセットで350円。うん、安い。いいじゃん。まずお酒結構しますか。白ホッピーですね。白ホッピー白ホッピーセット白。オッケー。全然安いですねこれね。うん、スピードメニュー一番安いので99円。すごくない？ビーフテーキスピードメニューステーキがまさかの、スピードメニューに入ってます。いやまずこれをね買えろ。そう、うん、すごいハンバーグステーキとかもあるね。うん、いろいろあるね。牛バスのレアロースとか290円。他もなんか値段ごとにメニュー分かれてるって見やすいですね。じゃあ生ハムいっとく。いっとく。オッケー。チーズ盛りっていうのもいいなって。あ、行きましょう行きましょう。はい、注文は9割ほどで読み込むのになってます。さあ飲みました、ホッピー。やっぱね、都内に来たからにはホッピーがないといけないですね。まだまだあと2杯ぐらいなんですよ。いいね。これ中がめちゃめちゃ多いですよ最初から。はい、ケービーです。濃厚。いや、意外といけるわ。いける。ちょっとずつこう薄めながら飲んでいきます。よし、はい、この店一押しの、はい、ビーフテキ。これ300円ちょいですよ、税込みで 50g、ね、ステーキソースが2種類ある。あ、うまい。ガーリックと玉ねぎと、ね、50g って言っても結構あるよね。これ一人飲みの人とかめっちゃこれでちょうどいいと思う、うん、ミディアムですね。うん、そうですね。こっちかな、普通の。最初ニンニクかけたら分からんくなりそうやから。そうですね。うん、やらかい。これ300円じゃ相当安い。うん、大仙鶏のアヒージョ。これめっちゃ安かったですか。200円、199円。これだけ食べまーす。お願いします。あ、こ、うまっ。これね、バゲットを一応僕から2人前つけました。1人前が2つで、2人前で4個って感じですね。ちょんちょんからの、うまっ。うまい。次じゃあビフテキ、こっちのハイパーガーリックステーキソースでいこうか。こっちがお好きですか。うわ、でもこっちが美味しいかも。あ、やっぱ玉ねぎがいいか。ちょっと時間経つと硬くなっちゃいます。あ、なら早で。ステーキな毎日です。トッピング系もすごい充実する。すごく好きですね。関西ってホッピー文化ないんですよ。ここ見たら明らかに東日本と北海道がさ、飲んだことあるぜめっちゃ多いな。西日本だって飲んだことない、この青の人めっちゃ多くない？お店に置いてないもん。置いてたら、おっってなるの。うん、岐阜より西が飲んだことないと回答する人が多いから、ほんまそうないよ。売り上げの9割が関東圏で、これが最初350円で、次頼む中おかわりが210円なんで560円。60円か、で2杯分。はい、中おかわりしちゃってます。こういうスピードメニューがさ、100円台でもいいよね。安いわ、一人で全然飲みに来れる。来たー、はい、まさかのビーフ的おかわり2回目おかわりです。ごちそうさまでした。おかげで2600円ぐらいです。いやー、もう東京もね、めちゃめちゃ安いですね。今回3軒行って2人で大体もう5000円ジャストぐらいなんで、多分来月にはね、広島行こうと思ってるんで、まあ、こんな感じで大阪以外もね、いろいろ飲み攻めていきたいと思います。ね、これを見ていいなと思った人は、チャンネル登録とあとグッドボタンよろしくお願いします。では最後まで見てくれてありがとうございます。ダレチャンネルでは
主に関西圏での旅やグルメ動画を配信しています。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。